い、こんばんは、山城と申します。そうだ、 YouTuber になろうね。第14回になってるのかな、編集しながらちょっとよくわからなくなってますけどね、今回は、からついにねパソコンを使ったね、やつになってきますよということです。ただ今回ねやるのはパソコンを使う中でも最低限ですね、編集ソフトとか一切通さない、ビデオカメラで撮ったやつをそのままアップロードする方法をやってみようと思います。これはね、またあと説明しますけど、まあまあ難しいのは難しいですからね。ただね、まあそのパソコンのいじくりとしたら編集ソフト使わないくできますから、楽っちゃ楽なんで、まあそのあたりはね、いじくりでちょっと説明もしながらねやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、ということでね、早速、撮影の方始めていきたいんですけどね。まあ使用するのはもう簡単ですよね、ビデオカメラです。ハンディカメラで、うちの場合はこの、パナソニックのね、フル HD タイプの HCV480MS っていうのを使ってます。4万円か5万円ぐらいで買えるのかな、ということなんで、多分、YouTuber が使ってるビデオカメラタイプとしては、安い方になると思います。まあでも今 GoPro とかもね、同じぐらいの値段であるのかなっていうところなんで、GoPro で行くって言っても歩いたんですけどね、あれの方のが、風貌とかそのあたりの方がいいのかな、っていう感じもしますね。あとは、細かい、ところがいいです。いらないですし、ちっちゃいですからね、そのあたりも、かなり便利ではあるのかなという感じがしますね。で、4K 対応のやつと、ここはでもそれぐらいの値段になりますもんね。ということなんで、そのあたりもですけど、まあ、うちはね、いろいろと、理由があって、こっちの方のカメラを選択しております。まあ、その理由はね、冒頭の方の動画でね、詳しく説明してるの、4K と 2K とね、話みたいなところで、してますので、それをね、見てもらったらいいなと思うんですけど、まあ、とにかくね、このカメラで撮っていきたいと思います。でね、普通ならね、三脚とかもあって、まあ、一応三脚もあるんで、別に用意しようと思えばできるんですけど、三脚を立てる、床が今ないんでね、もうぐちゃぐちゃで、床がぐちゃぐちゃでね、とても見せられないような状態になってますんで、今回はね、このまんま、ちょっとここら辺に置いてですね、まあ、結局このカメラとあんまり変わらないですけどね、置いて撮ってみようと思います。なんでね、最近は、このビデオカメラを通さずに、もうね、この編集用ので使ってるカメラね、こいつを使って、撮ってる場合が多いんですけど、ちょっと撮っとくかな、こいつね。まあ、画像貼っときますけど、まあ見ての通り、このカメラ周りですらこのありさまですからね、これが全ての床に散らばってる状態なんで、まあちょっと、片付けろよって話なんですけど、そういう人る暇があったら、これ編集しかないときに追いつかないんだ。何せね、このシリーズがね、とにかく時間がかかるんだ。一週間で一本しか作れませんでしたからね、細かいカットインとかテロップとか入れとったらね、くっそ時間かかりますんでね、ということでですね。やっていきたいと思います。まあ、これで撮っちゃったら、もうそのまんま、ファイルがね、パソコンに出来上がるんで、ぶっちゃけ楽は楽なんで、部屋通りでね、もうこれでしか撮らないよっていう場合でしたら、もうウェブカメラ、これだったらもう5000円ぐらいで 4K のやつ買えますから、それで撮ってしまって、これ、編集というか、この撮ってるソフトはね、これ無料のやつ使ってますからね、で全然楽ですから、簡単ですので、まあ、これの場合はもうその録画ボタンを押してそのまま始めるだけでいいんで、まあ、特に説明もいらないのかな。その先のところは、このビデオカメラで撮るのと一緒なんで、ファイルをどうやってアップロードするかね。人の方に見てもらって、前半からね、途中飛ばしてもらってね、後半から、こういう風に撮る場合は、見てもらったらいいんじゃないかなと思います。ということでですね、早速撮っていきたいと思うんですけど、まあ、撮るときに必要なものとしてね、一応これ内蔵メモリーもあるんですよ。まあ、やっぱりね、SD カード使った方が全然楽ですし、容量も大きいですからね、こっちを使っていきたいと思います。今日使っていくのは、エレコムのね、128GB のやつね、使っていこうと思います。で、まあ、こんな感じでね、まあまあ、挿すところはメガネのやつ。これは大きいサイズのやつなんでね、アダプター使ってやってますけど、こんな感じでさせてやります。あと、たまに SD カードを全然泣いてない方でたまにいるのが、ここのロックのことをよく知らんくてね、ここに、こんな感じで、わ、拙者弱いな、こいつ。白いのがね、ありますよね。俺の顔があるからいけないのかな。お、これね。お、じゃあ顔隠すとこっちやろうね。ロックってなってるのがありますね。これが下に降りてると、ロック画とか、いわゆる SD カードの書き込みとか削除とか何もできなくなっちゃいますんで、このロックっていうのは必ず上に上がってる状態で、ね、入れないといけません。これがね、下にこういうふうに、俺の顔隠さないといけないのか。こんな感じで、よいしょ。どうだい？あ、あったかな？合わないな。もうここのところね、もう右や。どうしようもないですね。これを上に上げとかね、できませんよっていうのだけ覚えておきます。こんな感じでね、アダプターサブのね、取れることがあるんでね、気をつけないといけません。よいしょ。こんな感じでね、つきましょう。これ
普段から保管するときはもうこれに入れてしまってますね。でないとちっちゃいでね、ほんとなくしちゃうね、恐れがあるんでね、こんな感じでやってますね。こんな感じで、あらかじめね、電源入れる前にセットをして、で、開くと、電源が入りますので、こんな感じでね、あ、これ、開けないですよね。ここのところね、で、カメラが開くんで、レンズが開くんで、こんな感じで開いたら、これで撮っていきますよ、という形ですね。まあ、簡単な動画。で、これ、ひっくり返したらね、自分で見えるようになるので、こんな感じで、自分で見ながら撮るときは、こんな感じでひっくり返したらいいですよ、という感じですね。で、ひどい画角だな。よいしょ。それ以上下がらないです。頑張って撮っていきたいと思います。画角は低いんでね。なんか、すごい格好になってますけど。やりにくい台数だけは、まあ、とりあえずこれでやりましょうか。久しぶりだとね。前はここにね、ちょっとかさ上げとかしてやってたんですけど、そうするとね、こっちの画面がね、隠れちゃいますんでね、ダメなんでね、やってみたいと思います。それではね、早速ね、撮影を始めていきたいと思います。ちなみに今日はね、個人チャンネルの方でね、開ける動画用のやつを作ろうと思います。ということでね、やっていきまーす。もうあとはここのね、後ろの、録画ボタンを押したらもう始まりますんで、ピッと。押して始まるんですけど、これが気をつけないといけないのは、こんな感じでパッと撮り始めたいんですけど、押したところからもう、要は、途中で切ったりすることができないんで、もう押した瞬間から、はい、スタートってなるんで、そこのところはもうあらかじめある程度話すことを頭の中にパッと入れといてね、やらないといけません。ですので、まあ10分くらいの動画間私はもう見えるかなと思います。2、3分とかね、そういった短い動画をちょっと雑談動画とか上げるのならこれでもいいのかなと思いますけど、そうじゃない場合にはね、やっぱしある程度編集ソフトを通した方がいいと思いますし、もしくはもうそれかね、ライブ放送にしちゃうかねっていうのが手だと思います。そっちの方だったらね、多少無駄ってもね、まあ、ライブ放送なんで許されるところもありますんでね。あとコメントとかからね、そこから話題とか広げたりすることもできますからね。ですから、もう20分とか撮るんだったら、ライブ放送にしちゃった方がいいと思いますね。というあたりで、ここは別に撮らなくていいんだ。という感じでね。じゃあ、早速ね、撮っていきたいと思います。今日話すのはね、なんだ、戦略と戦術の違いというね、ちょっと お堅い話をしますんでね。まあ、興味ある方は、個人チャンネル見てもらっていいかなと思います。じゃあ、行ってみましょう。はい、こんばんは、山田と申します。久しぶりにこんな感じで撮ってますけどね、ちょっと諸事情があってこんな感じで撮ってます。今日はね、話するのは何かというと、映ってないな、こんな感じで行くから、何を話そうかというとですね。これぐらいで、まあ、うちは意識低いんでね、そんな感じでね、やっていただきたいと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。って感じで撮り終わります。ですから、カットができないでね、気をつけないといけないのは、まあ、ですから、放送禁止用語とか言ったら、もう全部一から撮り直したし、あ、ミスだなと思ったら、一から撮り直しになるんで、結局ね、3、4回撮り直すんだったら、もう編集かけちゃった方が早いよ、ということもあるんで、まあ、これは慣れもあります。ですから、立花さんとかすごいなと思いますよ、やっぱし。一発撮りであんだけ撮れるらしいね。ですから、サブチャンネルとかで、その、本当のカットをやってる人ってやっぱすごいなと思います。やっぱカットはある程度ね、プッとプッと切るだけね、のカットを入れてとかっていうようなね、ところは多いですけど、本当全くノンカットっていうと、本当スーツさんぐらいしかきっと思い浮かばないなと思いますのでね。ということなんで、これもうある程度難しいんだよって、ね、いうところとかもね、あったりします。あ、ステハキさんもやってるから、ノーカットやってたんだと。って感じでやっぱすごいなと思いますよね。っていうところで、話はね、まとめさせていただきたいと思います。こんな感じで、あとは、こっちはまとめたらダメだな。こっから実際に投稿しないといけないんですね。で、実際に投稿するために行ってみたいと思います。さあ、画面が終わりましたけどね。まずは、SD カードをね、取ったやつがあるんで、これをちょっと一回電源を落としてね。これ電源入った時にやるとデータがバグってね、完全に、全部 SD カードがぶっ壊れる恐れがあるんで、完全に電源落として帰ってきましたね。で、電源に来たらこれを出して、で、これを、パソコンにあるね、SD カードのスロットに差し込みます。まあ、今のパソコン大体ネットがついてますんで、大丈夫だと思ったんですが、ない場合は、別途ね、そのカードリーダーみたいなの買ってこないといけませんよ、というふうになりますね。まあ、基本的には、まあ、今、ノートパソコンでも、まあ、基本ついてますし、大体のところが、SD カードをね、差し込むところがあると思うので、そこに差し込みます。他の差し込みは。で、そうすると、ダイレクトにした方がいいな。フォルダが、
SD ディスクにね、こんな感じで入ってきますんで、で、こんな感じでやりますんで、まあこれね、フォルダー名はね、やるっていうのって違うと思いますけど、うちの場合は F が割り当てられてますね。リムバブルディスク F って押して。で、これちょっと厄介なんですけど、うちのこのやつの場合はね、パナソニックの場合は、まずプライベートってところの、この AVCHD っていうとか、ここの BDMV のストリームっていうところにさっきのデータが入ってきます。で、一回取り間違えたんでね、2つ入ってますけど、2つありますんで、で、これを、アップロード、したれば、出来上がりなんですけど、一回一応私はハードディスクの方に保存しておきます。まあ、これも別にどこでもいいです。デスクトップとかにポンと置いておいてもいいです。っていうのは、SD カードの場合、読み込みエラーとかがピュッと途中で送ったりすると、全部振り出しに戻ったり、もしくは、一回データがちょっと、壊れてしまうと、復元できないんですよね、SD カードっていうのは。そこら辺のリスクがありますんで、それを防ぐために一回コピーして、私の場合はね、特典のところに保存するんで、それを保存します。別に、ハードディスクでしたら、C ドライブじゃなくてもいいです。外付けのところでもいいんでね。まあ、すると、まあ、こんな感じでね、始まって、まあ、これね、データ数が少ないんで、簡単に終わりますね。保存ができました。で、保存ができたのを確認してから一応消すようにしてます。いや、切り取りからやったってもいいんですけど、そうすると、前途中でデータが壊れた時に、二度と戻ってこないんで、データが。やっぱデータ破損がね、一番怖いんですよね、YouTuber。ですので、ちょっとここだけは、二度手間ですけど、ワンクッション置いてやります。で、次のやつを消したら、動画のところに入りましたね。で、この下のやつですね。こいつが、今回アップロードする動画になります。で、ここからですね。で、YouTube のサイトに行きます。するとこんな感じであるんで、まあ、うちの場合今回は、YouTube スタジオに入るんですけど、はい、実はあれなんですよ。収録日、ちょうど実は、誕生日らしいです。もう3年経ったんですね。早いですね。ということでね。そのことはさておいて。で、チャンネルがね、うちの場合複数ブランドあるんで、今回個人チャンネル用のやつなんで、個人チャンネルの方に変えます。で、作成ボタンっていうのがあるんで、ここにあるね、作成ボタンを押すと、アップロードとかだいぶ配信もできますけどね。ということでね、今回の動画のアップロードをかけてみたいと思います。で、押してみました。で、こういう風にドラッグ&ドロップするとできるようになるんで、こいつをね、ちょっとちっちゃくして、ここからドラッグしてね、そのままマウスクリックしたままピュッと持っていくと、実はこれでアップロードが完了します。で、タイトルを入れます。今回よりはもう、どうしよう。そう、再利用とかもできますからね。今回は全然関係ないんで、選択と。まあ簡単な動画なんで、まあ今回用のね、やつなんで、まあ一応、説明的にね。まあ、こんな感じでコメントを入れといて。で、これね、下のところにもうすでになんかいろいろと入ってますよね。わーっと入ってますね。これがいわゆるパソコンのスタジオ、これ YouTube スタジオっていうところから今ね、やってますけど、スタジオからやるとこんな感じであらかじめね、デフォルト文章を入れておくっていう設定をすることができるんで、これが入ってます。またこんな際はね、ぼちぼちと説明できたらなと思ってますけどね、こんな感じで、やっていきますということですね。で、でも今回もそのまま、公開にしちゃいますんで、公開しちゃいます。よいしょ。あ、これでも、あとは、明るいのを待つだけですね。って感じで簡単にできるのができますね。編集試案分でやっぱ時間は楽にできますけどね、っていう感じでございます。まあ、こんな感じですね。まあ、今後はね、まあ、軽い編集やっぱ入れる方が多いのかなと思うんで、ここから編集ソフトをね、使ってやると、ぼちぼちとやっていく予定なんですけどね、何せね、1週間に1本作れない。すんごい時間かかるんだよな、このシリーズ。
間にね、ちょっと別用のもう取ってあるやつに出していかないとね、いい加減もう、あの、夏分ぐらいまで取れちゃってますんでね、このままだと、どうにかしていかないといけないなと思いつつもね、とはいえね、やっとかないといけない。変な芝居を設けちゃったな、これと思いながらね、まあ、ぼちぼちと、またアップロードしていきたいと思います。ちょっと、新版ぐちゃぐちゃになりそうで怖いですけど、ね、まあ、とりあえず頑張って編集してやっていきたいと思いますね、今後とも。ご視聴、ね、いただければと思います。またツッコミのこととか、全然コメントで入れてもらったら大丈夫なので、よろしくお願いいたします。ということで、ね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。